はい、皆さんこんにちは。歴戦2コースの川原です。では2020分野別過去問解析プラスアルファ統連鑑定論、1回目の講義を行っていきます。まずはこの統連の、ね、特徴から少しお話をしていきます。はい、統連を見てください。この統連の特徴としましては、まあ、名前が表しているんですけど、まずは、過去問をベースとした統連ということになってきます。近年の本試験においてはこう過去問の焼き直し的な問題が出題される傾向があります。まあ基礎を重視した問題に、ね、傾向が変わってるんですが、そういった、過去の本試験でこう基礎的な問題をもう一度出すというんですが、そういった焼き直し的な問題が出される傾向がありますので、そういった、ね、過去問をしっかりと抑えるというのは試験対策としても重要になってきています。とともに過去問なんですが、答案構成の訓練に最適な素材と言えます。鑑定理論合格答案を、ね、書くためには、理解を伴った基準留意事項の暗記とともに、的確な答案構成力というんですね、答案構成をしっかりと行える、こういった力を身につけることが必要です。でその答案構成の訓練に最も適切な素材というのがもうズバリやっぱ実際の本試験問題ですね、過去問です。だから過去問を使って答案構成力にこう磨きをかけていく、そういった位置づけの答練でもあります。さらには、この答練はやっぱり名前が表しているんですが、分野別の統連ということになってきます。配布されたものの中にこういったあの出題範囲表というのがお手元を届いていると思います。それぞれの科目について、各回において、どういった分野から出題していくのか、そういった範囲表が示されています。こういった出題範囲表をペースメーカーにしていただいてですね、分野別に分野ごとに、あらかじめこう予習をしていただいて統連に臨んでいただきたいということになっていきます。基本的にはこのプラスアルファ統連というのは、ある程度、ね、学習した方、まあ、中上級者を前提とした統連ということになっていきます。なのでお手元に今まで学んできた教材が、ね、あるはずです。で中にはその復習が不十分な方もいらっしゃると思います。なのでなかなかね、自分でこうしっかりとね、手元の教材復習するというのはこう強制の契機がないとなかなかできませんので、この出題範囲表をペースメーカーにしていただいて、それぞれの回の該当分野についてお手元の教材の復習をすることによって、この統連の予習にする、予習とするということです。手元の教材を復習することによって該当分野ですね、分野別にそれぞれですね、手元の教材を復習することで本統連の予習で統連に臨むということになっていきます。こうペースメーカーにしていただいて、こう前半について、ね、まんべんなくですね、手元の教材復習することで、まあね、統連の予習をしていく、そういったペースメーカー的な役割も持っています。はい、で鑑定理論は回数なんですが、全9回です。他の科目は8回ずつなんですが、鑑定理論は9回、8回目までが論文対策で、最終回9回目だけ演習対策を行っていきます。はい、あとじゃあ配布教材ですね。まずは、先ほどお見せしましたこの出題範囲表ですね、出題範囲表。あとは、各回ごとにまずは、この A4 横型の、問題用紙ですね、こうペラッとめくりますと、問題文が1問分示されている問題用紙ですね、各回の問題用紙と、あとは各回ごとに、回答用紙ですね、B4 版の、ね、片面印刷の2ページ分ですね、1問あたり2ページ50行です。これ1問あたりですね、2ページの回答用紙と、あとは各回ごとにこう2問分の解説がレジュメになった解説レジュメがついています。各回ごとに、2問ずつ各回ごとに問題を扱っていくんですけど、その2問分の解説が示された解説レジュメですね。でこれが各回ごとにワンセットですよね。A4 版の横書きの問題文で、B4 版の2ページ分の回答用紙、さらには各回ごと2問分の解説レメ、でこれが、論文は8回分なので 8セットです。8セットで、演習はちょっとね、問題用紙が A4 版の縦型で、回答用紙も独自の回答用紙、あとは解説レジもこう独自の表紙になってますので、ちょっと演習はね、別の形式になってるんですが、論文はね、これが8セットプラス演習分の1セットで9セット分がお手元届いていると思います。各回ですね、それぞれ各回ごとのこの問題用紙、回答用紙2ページ分、あとは解説レジですね、各回の準備した上で、講義に臨んでいただきたいということになってきます。はい、で、この受講の流れなんですが、画面戻ってみまして、
この分野別過去問解析プラスアルファ等ですね、どのように受講していただくかといいますと、まずは各回の問題1、これつまり過去問です。問題1、過去問を使って50分間のプレ講義を行っていきます。各回まずは問題1、これつまり過去問を使いまして50分間のプレ講義を行っていきます。で、休憩を挟んで問題2について、問題2というのは、プレ講義で扱ったこの過去問の類似問題です。過去問でこうしっかりと学んだことにプラスアルファを加えた、類似問題です。問題1、過去問のプラスアルファの知識を加えた類似問題について、実際60分間1時間時間を取っていただいて、先ほどの問題用紙と回答用紙を使って、実際に回答を作成いただくのが、当練です。本試験は2時間で2問なんですが、この答練は1時間で1問ですね。問題2について問題用紙と回答用紙を使って回答を作成していただきます。で、休憩を挟んで解いていただいた問題2について、先ほどのこの解説レジュメを使いまして、問題2の方について20分間で解説をしていく、こういった受講の流れです。50分間のプレ講義、過去問を使ったプレ講義で、しっかりとこの中で知識を確認して、でしっかりとこのプレ講義の内容を理解していただければ、当然ですね、書けるような内容になっています。しっかりとこのプレ講義の内容をですね、復習してしっかりと確認していただければ、こう類似問題出していきますので、全く書けないことはないです。何かしら書けるような答練になってます。で、1時間で1問解いていただいて、で休憩挟んで解いていただいた問題について20分間の解説を行っていく。レックの初級者向けの論文合格コース、この中で基礎答練、合格論文基礎答練というのが一番初めの答練としてあったと思うんですけど、それと同じですね。この通常の初級者向けの論文合格コースの中のこの基礎答練も、50分間のプレ講義で1時間で答練ですね、1問書いていただいて、で20分間の解説流れになってました。この、基礎答練の上級バージョンがこの、分野別過去問解析プラスアルファ答練ということになってきます。はい。で、注意点なんですが、解説レジュメですね、ちょっとお手元見ていただいて、で注意書きのところですね、表紙1ページ目の下のところにこう枠が込めて注意書きあるんですが、解説レジュメの1ページ目下の方ですね、枠が込めのところを見てください。本討論で添削対象となるのは問題2となります。問題2について回答用紙に回答を記入し提出してください。なお問題1については提出されても添削いたしませんので、あらかじめご了承ください。実際に答案を書いていただくのは問題2の方です。問題2について問題用紙と回答用紙ね、準備されてますので、問題2の方ですね、回答用紙に回答を書き作成、問題1については、回答を作成しないですね、そういった位置づけということになってきます。プレ講義で扱っていくのが問題1で、問題用紙と回答用紙を使って回答を作成いただくのは問題2ということになってきます。はい。ただ問題1についてもやっぱね、実際答案構成は行うようにしてください。答案構成力を身につけるということもこの答練の一つの目的ですので、プレ講義で扱っていく問題1についても、例えばこの第1回の問題1、下にこうスペースがありますよね、問題文の下に。このスペースなんかを使っていただいて、やっぱり10分間ぐらい時間を取っていただいて、講義を受ける前にですね、答案構成だけは問題1についても行うようにしてください。なので、まだ答案構成していないと思いますので、これから問題1についてプレ講義解説をしていくんですが、一旦ですね、受講を止めていただいて、こう10分間ぐらい時間を取っていただいて、やっぱり実際ですね、答案構成は自分で行わないと答案構成力磨きがかかっていきませんので、実際今ね、受講を止めていただいて10分間ぐらい時間を取っていただいて、この問題1についてもですね、答案構成を行った上で講義ですね、受講するようにしてください。じゃあ一旦止めて10分間ですね、答案構成してみてください。はい。じゃあ答案構成していただいた体でですね、じゃあ問題1について解説を行っていきます。お手元第1回の解説レジュメですね、1ページ目見てください。問題1について解説をしていきます。はい、よろしいでしょうか。問題1準備してください。はい、では問題文読んでいきます。地域の種別及び地域要因について次の各設問に答えなさい。小問の1、地域の種別について説明しなさい。小問の2、宅地地域のうち商業地域についてその一つである高度商業地域の定義を述べなさい。小問の3、商業地域特有の地域要因のうち
高度商業地域の地域分析で特に重要視されるべきものを2つ挙げ、それぞれについてその理由を簡潔に述べなさいとなっています。総論第2章、地域の種別を題材として細分類や地域要因との関連を問う、これ令和元年の本試験問題第1問ということになってきます。実際の本試験問題ということになってきます。直近の本試験問題ですね、令和元年の問題1ということになってきます。はい、では答案構成していきましょう。まずは小問の1、ズバリ中心論点は地域の種別の説明ということになってきます。はい、どんなことを書けばいいかというと、ちょっと問題文が抽象的なので地域の種別、まあ、あまり難しく考えすぎずに、ここは地域の種別の分類を、まあ、基本的な基準を引用して示していけば十分なんだということになってきます。ズバリ中心論点は地域の種別の分類を指摘していく。地域の種別、まずは大きな分類としては地域の種別というのは、大きな分類としては地域の種別は宅地地域、農地地域、林地地域に分かれてきますね。大きな分類を示す。それぞれ定義が示されてますね。こう定義を示しつつ、さらには宅地地域については細分類が示されてますよね。宅地地域の細分類は、宅地地域はさらに住宅地域、商業地域、工業地域に細分類されます。細分類も示す。さらには大分類間だったり細分類間の間で用途が変化している地域がありますよね。それも地域の種別として基準上示されています。大分類間だったり細分類間の間において用途が変化している地域はどういった地域ですかね。大分類間が転換しつつある地域ですね。で、大分類間のうちにあって細分類間で用途が変化している地域が移行しつつある地域ですね。こういった地域ですね。宅地地域、農地地域、林地域、さらには宅地地域の細分類として住宅地域、商業地域、工業地域、さらには用途が変化している転換、移行する地域もあるんだ。こういった地域の種別の分類を、まあ、基準を引用して示していくのが大ということになってきます。あとその他の答案構成の段階で、まあ、基準を、ね、しっかり引用するのは重要なんですが、プラスアルファはどういったことを維持すればいいでしょうかね。できれば地域の種別が聞かれた場合には、この理論的根拠ですかね、地域の種別の重要性の背景、これ一章の不動産の地域性ですね、まあ、そのあたりをまあ理論的根拠として示していただくと、まあ、深い理解をアピールできたということになってきます。不動産の地域性がまあ地域の種別のまあ必要性のある意味理論的根拠になってきます。あとは種別が出された場合にはぜひこうつなぎ的な感じでも示してほしいんですけど、まあ、小問3とかにつながっていくんですが、小問3というのは地域の種別が、まあ、地域分析、要は地域要因の把握によって重要になってくる場面ですよね。種別と他の省との関連が聞かれた場合にはこうつなぎ的なものとして、種別の重要性を述べている留意事項がありますね。2章の留意事項、不動産の種別分類することが鑑定評価の精度を高めるんだ、そういったことを示している留意事項があります。ぜひその留意事項を、まあ、つなぎ的な感じでも示してほしかったということになってきます。後で回答例で確認していきます。では上位概念どうでしょうか。地域の種別の位置づけを示すという意味でも上位概念、地域の種別というのは何の一つですかね。地域の種別は不動産の種別の一つですよね。だから不動産の種別定義を述べるということです。用途に関する分類概念で、で地域の種別と土地の種別に分かれてくるんだってことです。ではさらなる上位概念どうでしょうか。より丁寧に。不動産の種別の上位概念は、不動産の種別の上位概念は、不動産の種類ということですね。種類。不動産の種類、種別類型からなっていて、経済活動の本質を決定づけるんだ。で、不動産の種別の用途に関する分類概念で、地域の種別と土地の種別がある。で、地域の種別はって形で、まあ、分類を、まあ、基準を運用して示していく。で、不動産の地域性なんかを示した上で、つなぎ的に不動産の種別の分類ですね、鑑定評価によって分類しっかりすることが精度の高い鑑定がつながってくるんだ、こういった留意事項を引用する、そういった流れで小問1は論じてほしかったということになってきます。はい、では小問の2ですね。中心論点はズバリ高度商業地域の定義を述べるということになってきます。はい、まずはじゃあ上位概念ですね。上位概念、問題文の記述の仕方が上位概念を示してくれてますよね。商業地域の一つである高度商業地域とありますので、まずはこの商業地域の定義ですね、
商業地域の定義はズバリ基準上は示されていないんですけど、これ宅地地域の定義をアレンジすることによって商業地域の定義ですね、示すことができますので、まず商業地域の定義、さらにこの商業地域のこれ細分類の一つですよね。高度商業地域というのは商業地域の細分類の一つですので、商業地域の細分類を示すということです。5つありますよね、商業地域の細分類。商業地域の細分類5つというのは、留意事項上本件出てきた高度商業地域、あと準高度商業地域、あと普通商業地域で、近隣商業地域で、郊外路線商業地域ですね。この5つの細分類を示す、つまり高度商業地域が商業地域の細分類の一つなんだって位置づけですね。それを示すのが上位概念ということになっていきます。で、示した上で定義ですね、ズバリ留意事項に定義があります。大都心等々にあって大規模な、中高層の店舗事務所ビルが高密度に集積している地域で、そういった定義ありますね。でさらに、高度商業地域が3つにさらに細分類されますよね。やっぱり本文中心論点ですね、この3つの細分類についてもしっかりと留意事項を引用して述べていく。3つの細分類というのは、一般業務複合ということですね。店舗メインの一般、事務所メインの業務で、店舗と事務所が複合している複合ですね。この3つの細分類についてもしっかりと留意事項を引用して、定義を述べていく。それが中心論点ということになってきます。では小物さんですね。小物さんは高度商業地域で特に重視される地域要因が中心論点ということになってきます。やはり上位概念は問題文になりますね。まずは地域分析の定義ですね。地域分析、さらには地域分析で把握するこの地域要因の定義ですね。地域要因の定義で、地域要因、価格形成要因の問題が出された場合にはぜひ示してほしいことがあるんですけど、本件地域要因、価格形成要因の一つ、地域要因も含めて価格形成要因はどのような立場から、どういった観点から把握分析すべきと基準上示されていますかね。地域要因も含めて価格形成要因はどういった立場から、どのような観点から把握分析すべきでしょうか。それは市場代行を記入有する鑑定評価においては、市場参加者の観点から価格形成要因というのは把握分析する必要があります。なので本件も地域要因を把握するにあたっての市場参加者の観点、着眼点をぜひ示してほしかったということになっていきます。商業地域ですと市場参加者は何に着目するんでしょうかね。キーワード収益性ですよね。ぜひこの市場参加者の着眼点、商業地域においては収益性に着目するんだってことですね。このあたりを述べてほしかったということです。これがこの後の理由付けとかにもね、使えるようになってきてます。で踏まえて、この商業地域特有の地域要因が、基準上挙げられてるんですけど、その中からこの高度商業地域において特に重視される、2つを挙げて理由を簡潔に述べる、そういった指示がありますよね。では2つ、何を挙げるべきかってことですね。まずは商業地域特有の地域要因ですね。どういったものが挙げられていたかと言いますと、では解説レジュメ6ページ開いてください。解説レジュメ6ページ開いてください。はい、6ページ開いてください。真ん中ちょっと上、宅地地域の地域要因という形で示されています。宅地地域の地域要因が細分類に応じて、縦1住宅地域、下移っていただいて縦2商業地域で、7ページ移っていただいて縦3工業地域という形で、こう細分類ごとにこう着眼点が違ってきますので、着眼点に影響を与えるような地域要因が示されています。で6ページ下ですね、見ていただいて、商業地域の地域要因が示されています。文章のところ、前期1に掲げる地域要因のほか、商業地域特有の地域要因の主なものを例すれば次の通りであるって形ですね。商業地域においてもこの住宅地域に掲げられている地域要因を考慮するんですけど、それとともにってことですね。前期1に掲げる地域要因のほか、住宅地域で掲げられている地域要因のほか、商業地域特有の地域要因というのが全部で10個を例示されています。この10個のうち、2つを挙げなさいということですね。一応10個見ていきますと、
括弧1、商業施設または業務施設の種類、規模、集積度等の状態、括弧2、商業配合地及び顧客の使途量で、7ページ上行っていただきまして、括弧3、顧客及び従業員の交通手段の状態、括弧4、商品の搬入及び搬出の利便性、括弧5、街路の回遊性、アーケード等の状態、括弧6、営業の種別及び競争の程度、括弧7、当該地域の経営者の総意と視力、括弧8、繁華性の程度及び生水の動向、括弧9、商業施設の整備の状態、括弧10、行政上の情勢及び規制の程度となっています。でこの10個の中で、では商業地域の細分類のうち近隣商業地域でありますね、まあ、近所の商店街みたいなものです。では近隣商業地域において特に重要視されるべき地域要因というのは10個のうちじゃあ何か1つどれだと思いますかね。近隣商業地域において特に重要視されるべき地域要因というのはこの10個のうち近所の商店街どうでしょうかね。それはこの括弧5あたりですね。括弧5、街路の回遊性、アーケード等の状態ってありますよね。やっぱり近所の商店街ですので街路がお客さんがね回るような回遊性なのかアーケード等がねちゃんとね整備されているのがこれやっぱり重要視されるべき地域要因ということになってきます。では商業地域の細分類のうち今度はでは郊外路線商業地域、郊外路線商業地域において重要視されるべき地域要因というのは10個のうちどれだと思いますかね。それはまあ括弧9ですよね。郊外の大きな通り沿いに大型の本屋さんとかファミレスとかが立ち並んでる地域ですよね。こう車で行くところですので郊外路線商業地域においてはこの括弧9、駐車施設の整備の状態が重要視されるべき地域要因ということになってきます。では本文で記載された高度商業地域において重要視されるべき地域要因というのはそれ横目だしコメントのところを見てください。今説明した内容と合わせて示されています。高度商業地域については括弧1括弧2等の要因が、近隣商業地域については括弧5等の要因が、郊外路線商業地域については括弧9等の要因が重要視されるなということです。つまり高度商業地域については括弧1括弧2、つまりは6ページ下この2つですよね。商業施設または業務施設の種類、規模、集積度等の状態と括弧2、商業配合地部顧客の質と量ですね、この2つが特に重要視されるべき地域要因として挙げてほしかったものということです。これ担当の本試験なんかにも出題されてますので、やっぱりこの2つをまあ挙げてほしかったということになってきます。はい、じゃあ回答例見ていきましょう。では回答例が10ページ11ページですね、見開きの形で回答例が示されています。はい、じゃあ10ページ開いてください。はい、10ページ回答例見てください。ちなみにすみません、初めてレックを受講する方は私鑑定理論にとはこれ、いくつかマーカーを使ってマークをしていきます。一応ですね若干使い分けとしてはね、重要なところはピンクでマーカーしていきまして、でそれと対比するような概念についてはこうブルーで対比的にマーカーをしていったり、あとは定義等々についてはグリーンで、あとはそうですね具体例なんかですとイエロー、あとは項目立てなんかですとこう紫なんかので、ね、マーカーを使っていきます。まあ、ただね、そのようなこうね使い分けをしていないようなマークとかもしたりしますので、一応まあ5種類ほど色と、あとはこういった細いペンなんかもねいくつか使っていきます。あのでも一色とかでもいいです。一応ね若干使い分け、一応意味あるものとやっていくんですけど、その使い分けがね適切にできてないようなところもあったりしますので、一応ねそういった形でマークは使っていきます。はい。では回答例見ていただきまして、ではまず消耗の1ですよね。地域の種別について説明するものです。まずは上位概念からですね、一番上の上位概念、不動産の種類から指摘をしていきます。では消耗の1、縦1見てください。不動産の鑑定評価においては、不動産の地域性並びに有形的利用及び権利関係の単位に応じた分析を行う必要があり、その地域の特性等に基づく不動産の種類ごとに検討する必要があることが重要だ。不動産の種類とは、不動産の種別類型の2面からなる複合的な不動産の概念を示すものであり、この不動産の種別類型が不動産の経済価値を本質的に決定づけるものであることから、この両面の分析を待って初めて精度の高い不動産の鑑定が可能となるものなんだ。まずは一番上の上位概念として、この不動産の種類を指摘していきます。
種別類型から成り立っていて経済活動の本質を決定づけるのでしっかりと分析することが精度の高い鑑定評価につながってくるんだってことです。で続けて第3段落、不動産の種別とは不動産の用途に関して区分される不動産の分類、地域の種別と土地の種別があるとなっています。さらなるね次の上位概念で不動産の種別ですよね。種別というのは具体的にはしっかり定義ですね。用途に関する不動産の分類概念、使われ方ですね。用途に関する分類概念で具体的には地域の種別と土地の種別に分かれていきます。地域の種別の位置づけですね、不動産の種別のうちの一つなんだってことです。でやっぱり本文は種別の問題ですので類型の定義はやっぱ割愛してあえて述べないとも大事です。聞かれていないところは丸暗記じゃなくてやっぱねあえて書かないというのが重要です。だから類型の定義は書かないことが適切な答案構成ということになってきます。本文はですね、書問の一語丁寧に書かれているですね、これ模範解答例です。こう縦一不動産の種類をフルバージョンで述べてますよね。フルバージョンです。これフルバージョンです。まあ、類型の定義は割愛してるんですけど、フルバージョンです。で、ここは問題によってはもう少しコンパクトに書く必要もあるような問題なんかもあったりすると思います。本文はこれフルバージョンでいいと思うんですが、問題によってはね、ここもう少しコンパクトに。例えば不動産の種別と不動産の用途に関して区分される不動産の分類を言い、不動産の類型とともに経済活動の本質を決定づけるものであることから 両面の分析もあって精度の高い鑑定が可能になるみたいな形で、まあ、初めの産業をカットして、で不動産の種別の定義をねこの第2段落入れ込むような形でもう少しコンパクトにするような論証なんかも問題によってはね必要になってくると思います。この回答例はですね、この問題については、不動産の種類については丁寧なフルバージョンの論証にしてあります。で続いて縦に移ってください。中心論点です。地域の種別ですね、分類をしっかりと示していきます。縦に、地域の種別は宅地地域、農地地域、林地域等に分けられる。大きな分類としてまずは地域の種別は宅地、農地、林地地域等々に分けられます。大分類です。で続いて、宅地地域とは居住、商業活動、工業生産活動等のように供される建物、構築物等の敷地のように供されることが自然的、社会的、経済的、行政的観点から見て合理的と判断される地域を言い、住宅地域、商業地域、工業地域等に細分されるとなっています。しっかりとまた宅地地域の定義、この宅地地域の宅という漢字は建物という意味です。つまり宅地地域というのは建物の敷地のように供されることが合理的な地域です。で、どんな建物かによって宅地地域がさらに、住宅地域、商業地域、工業地域等に細分類されてくるんだってことで、ね、細分類を示すということです。この商業地域の位置づけをですね示すことにもつながってきます。でさらに住宅地域、商業地域、工業地域等についてはその規模、構成の内容、機能等に応じた細分化が考えられる。この出てくる高度商業地域というのはこのね、商業地域の細分類の一つなんだって位置づけですね。こう上位概念になります。で丁寧に宅地地域のみならず続いての段落、農地地域、林地地域、ちょっと手薄になりがちなところなんですが定義を述べていきます。まあ、農地地域ならズバリ耕作の用や耕すことが合理的と判断される地域です。一方林地地域というのは木材等々を育てることが生育のように耕されることが合理的と判断される地域ということです。まあ、この通りでなくてもそれっぽい定義をかければ十分です。さらに丁寧に変化している地域について述べていきます。なお書き、なお宅地地域、農地地域、林地域等の相互間においてある種別の地域から他の種別の地域へと転換しざる地域及び宅地地域、農地地域等のうちにあって細分されたある種別の地域からその地域の他の細分された地域へと移行しざる地域があることに留意すべきですね。用途が変化している地域です。大分類間において用途が変化している地域のことを転換しざる地域と言いまして、大分類間の内側にあって細分類間において用途が変化している地域のことを移行しざる地域というんだということになってきます。丁寧に地域の種別ですね、分類示していきます。でちなみに本件は地域の種別の問題なんですけど、もう一つの種別ですね、土地の種別、土地の種別もちょっと合わせて確認をしておきますと、ではレジュメ5ページ戻ってください。レジュメ5ページ開いてください。
はい、レジュメ5ページ真ん中ちょっと土地の種別で参考と書かれているですね、基準の文言のところを見てください。では本文、土地の種別は地域の種別に応じて分類される土地の区分であり、宅地、農地、林地、見込み地、移行地等に分けられ、さらに地域の種別の細分に応じて細分されます。ずばり土地の種別というのはしっかり定義、地域の種別に応じた分類概念です。つまりは第2段落、宅地とは宅地地域の内にある土地を言い、住宅地、商業地、工業地等に細分される。この場合において住宅地とは住宅地域の内にある土地を言い、商業地とは商業地域の内にある土地を言い、工業地とは工業地域の内にある土地を言います。分かりやすいですね。ただ一点注意がありまして、少し飛ばして、下から2つ目の段落ですね、見込み地ってありますよね、ここだけ要注意でしたね。見込み地のところ、見込み地とは宅地地域、農地地域、林地域等の統合間において、ある種別の地域から他の種別の地域へと転換している地域の内にある土地を言い、宅地見込み地、農地見込み地等に分けられるとなっています。転換している地域の内にある土地は転換地じゃなくて見込み地というんだってことですね。これ要注意です。大分類間で用途が変化している転換したる地域の内なる土地のことを見込み地と言いますね。対比的に最終段落、移行地とは宅地地域、農地地域等の内にあって細分されたある種別の地域から他の種別の他の地域へと移行したる地域の内にある土地を言います。大分類間の内側にあって細分類間において用途が変化している移行したる地域の内にある土地のことを移行地と言います。で、土地の種別というのは地域の種別に応じた分類概念ですので、こう記述の仕方ですね、必ず文末が、例えば見込み地ですと、こうこうこういった地域の内にある土地ですね、同じく移行地もこうこうこういった地域の内にある土地、必ず文末はこうこうこういった地域の内にある土地となります。たまにこう見込み地、移行地の定義を書かせると、こう地域で止まっちゃう人がいるんですね。こうこうこういった地域、それは地域の種別ですからね、あくまで土地の種別というのは地域の種別に応じた分類概念ですので、定義の文末はこうこうこういった地域の内にある土地ですね、必ず土地という形で文末がですね決まってきます。ちなみに見込み地の具体例示されてますよね。宅地見込み地ってどんな土地ですかね。宅地見込み地、具体例、宅地見込み地名称はこれから移っていく地域の種別の名称が取られていますので、宅地見込み地というのはどういった地域かというと、宅地見込み地というのは農地地域、林地地域等々の宅地地域以外の地域ですね、農地地域、林地地域等々から宅地地域へと転換したる地域の内なる土地のことを宅地見込み地というんだってことね。これから移っていく地域の種別の名称が取られている名前になっています。では合わせて確認をしておいてください。プラスアルファの知識ということになってきます。でまた回答例戻っていただきまして、10ページ、加点的な形で地域の種別の理論的根拠とつなぎた文章ですね。縦算のところを見てください。小問の1、縦算、不動産は他の不動産ともに用途的に同一性を有する一定の地域、用途的地域を構成してこれに属することによりその有用性を発揮するものである。不動産の地域性です。これ一章、不動産の地域性をコンパクトに示した3行ほどの記述です。不動産の地域性です。不動産は似たような扱われ方をしている不動産同士が集まって一定の地域を構成してその地域の特性の影響を受けて価格が決まってくるんだってことです。不動産の地域性コンパクトに示した3行ほどの、ね、記述です。で従ってね、従って不動産の鑑定評価にあたっては地域の種別を的確に分類し、地域の種別ごとの市場参加者の観点から分析を行うことが必要となってきます。不動産は似たような不動産同士が集まって地域を構成する。その地域というのは他の地域との違いで、ね、特性がある。その特性の影響を受けて不動産の価格が決まってくる以上、鑑定評価にあたっては地域の種別をしっかりと分類し、で地域の種別ごとにやっぱり市場参加者が重視する着眼点、観点が違ってきますので、それを踏まえてしっかりと分析を行うことが精度の高い鑑定評価につながってくるんだということです。で、すなわちって形で受けてこうつなげた文章ですね、これ重要性を示している留意事項です。すなわち地域の種別の分類は不動産の鑑定評価できる地域分析、個別分析、鑑定評価の手法の適用等の各手順を通じて重要な事項となっており、これらを的確に分類整理細分化することは鑑定評価の精密さを一段と高めることとなるものであるとなっています。
ぜひこの留意事項はどっかしらで記述するようにしてください。やっぱり種別の問題が出た場合にはこの留意事項の記述は、ね、非常に重要です。まあ、本件は高度商業地域という形でこう細分類細分化していきますので、こう細分化って表現なんかも加えていただいて、しっかりと種別を分類細分化することが、例えば地域分析において重要になってくるのがズバリ証文の3ですよね。地域分析において高度商業地域において重要視されるべき地域要因、ズバリ地域分析で地域の種別の細分化が重要になってきますし、さらには地域の種別移管によって鑑定評価の手法の適用が異なってくるというのは、そもそも各論一章というのは案件ごとの鑑定評価の求め方、適用すべき鑑定評価の手法が示されています。案件ごとというのは具体的には種別類型ごとです。まあ、主に類型なんですけど種別もあります。例えば先ほど具体例として確認した宅地見込み地、これ種別の一つですね。宅地見込み地の鑑定評価の求め方示されてますよね。熟成度が普通以上の場合と低い場合で求め方が、ね、示されています。つまり種別移管によって適用する種は異なってきますので、こう宅地見込み地の鑑定評価ですね、その場面ですね、この鑑定評価書の適用においてもやっぱり種別を細分化ですねすることが重要になってくるんだ。こうつなぎの文章ですね。ぜひ種別と他の章との関連が問われている場合にはこのつなぎの文章としてこのね留意事項をしっかりと引用していただきたいということになってきます。この初めの産業ほどの不動産の地域性、これ使い勝手がいいのでこうちょっと押さえておいてください。例えば地域分析の必要性なんて聞かれた場合には何を書けばいいと思いますか。地域分析の必要性、ズバリ不動産の地域性です。不動産は他の不動産ともに似たような不動産同士が集まって地域を形成して、その地域の特性の影響を受けて価格が決まっていきますので、鑑定評価にあたってはやっぱり地域分析を行う必要があるんだ。地域分析の理論的根拠必要性がズバリこの不動産の地域性ですので、まあ、こういったコンパクトな論証ですね、合わせてね押さえておいてください。でつなぎの文章を示した上で、では証文に移っていきましょう。まずは上位概念として商業地域の定義を宅地地域の定義をアレンジして示していきます。最終行縦1、商業地域とは商業活動のように構される建物構築物の敷地のように1ページ目供されることが自然社会経済行政的観点から見て合理的と判断する地域を言いますね。これ宅地地域の定義をアレンジして商業地域の定義にしています。2行目後半からその規模構成の内容機能等に応じて高度商業地域、準高度商業地域、普通商業地域、近隣商業地域、郊外路線商業地域との細分化が考えられます。細分類を示すということですよね。5つ、本件出てきてます高度商業地域位置づけ、さらには準高度、さらには普通、さらには近隣商業、近隣商業、さらには郊外路線商業地域ですね。5つの細分類を示す、位置づけを示した上 で中心論点定義です。縦に高度商業地域は例えば大都市、東京23区政令指定都市等の都市または副都市によって広域的証券をし、比較的大規模な中高層の店舗事務所等が高密度に集積している地域であるとなっています。大都心等々にあって広域的な証券ですね、商業配合地を有しで大きな大規模な中高層の店舗事務所等が高密度に集積しているのが高度商業地域です。でさらに細分化されまして、それがあいうですよね、一般、業務、さらには複合ですよね。一般というのが主として店舗、主として繁華性収益性等が極めて高い店舗が高度に集積している地域で、業務高度商業地域というのは主として行政機関、企業金融機関等の事務所が高度に集積している地域で、複合高度商業地域というのは店舗と事務所が複合して高度に集積している地域ですよね。一般店舗メインです。例えば東京とかです と銀座とか代表例、関西大阪ですと心斎橋あたりが、まあ、この、ね、一般高度商業地域、そんなイメージです。で業務というのがズバリ事務所メインです。事務所メイン、東京ですと丸の内とか、あとは大阪とかですと淀屋橋あたりですかね、淀屋橋あたりが、まあ事務所メインの業務高度商業地域で、複合というのが店舗と事務所が複合してるってことですね。東京とかですと、まあ、表参道あたりとか、あと関西大阪とかですと梅田あたりとかですかね、イメージとしては、まあ、そんなようなイメージです。しっかりとキーワードですね、店舗メインなのか事務所メインなのか両者が複合してるのか、しっかり定義を示すということになってきます。で証文さんを移っていただきまして、まあ、勝負どころが証文さんですね。まず地域分析の定義を示す、で縦に移っていただいて、
価格形成要因の定義コンパクトに述べて、で一般地域個別的に地域要因に位置づけを示した上で、で縦に第2段落、地域要因とは一般的要因の相関結合によって規模構成の内容機能等にあたる各地域の特性を形成し、その地域に属する不動産の価格の形成に全般的な影響を与える要因をしっかり定義を示すということです。でぜひ、まあ、つなぎ的に示してほしいのが縦2の第3段落ですね。不動産の鑑定評価を行うにあたっては価格形成要因を市場参加者の観点から明確に把握することが必要であるが、市場参加者が取引等に際して着目するだろう地域要因が地域の種別ごとに異なり、商業地域では収益性に着眼点が置かれるですね。ぜひ要因の問題が出た場合にはこの市場参加者の観点、地域要因も含めて価格形成要因というのは市場参加者の観点から明確に把握する必要があります。でその市場参加者が取引等々に際して着目するだろう地域要因というのが地域の種別ごとに異なってくるんだ。で商業地域においてはズバリ収益性ですね。いくら稼げるか、収益性に着眼点が置かれるんだってことです。ぜひこの着眼点、市場参加者が重視着眼点ですね、示してほしいということです。でこの市場参加者が取引等に際して着目するである地域要因が地域の種別ごとに異なるんだって、この文章ですね。これある文章をアレンジしてるんですが、これ元の文章はどっかと言いますと、ではレジュメ7ページ開いてください。レジュメ7ページ開いてください。はい、7ページ一番下、建物に関する個別的要因が基準の、ね、引用が示されてますね。でまずは各用途に共通する建物の個別的要因がですね、例示されています。9項ですかね。で8ページ移っていただきまして、最終2行見てください。はい、8ページ最終2行、なお書き、なお市場参加者が取引等に際して着目するだろう個別的要因が建物の用途ごとに異なることに留意する必要がある。ここの文書です。これいろんなところでアレンジして使います。この個別的要因というところと建物の用途ごとの建物用途、ここをね、本件回答例は地域要因が地域の種別ごとに異なるんだって形でアレンジして記述しています。これいろんなところで使えますので、この2行ですね、しっかりと押さえてこうアレンジして使えるようにこう準備しておく。で地域要因については地域の種別ごとに、着眼点が違ってくる。で商業地域ですと収益性でした。その他9ページ移っていただきまして、地域要因交差する際の着眼点ですね、住宅地域ですと、まあ、快適性利便性ということですよね。これ重要ですね。快適性利便性、住みやすさってことですね。で商業地域ですと回答例に出てきました収益性ですね。で工業地域ですとできるだけ少ない費用で効率的に生産できるかどうか重要になってきますので、これ費用の経済性、生産の効率性ですね。費用の経済性、生産の効率性が工業地域ですと、重視されるべき着眼点ですね。これプラスアルファの知識ということになっていきます。合わせて、住宅地域だったり工業地域の着眼点についてもね、こう合わせて押さえておいてください。プラスアルファの知識ということになってきます。で着眼点を示した上で、じゃあ回答例11ページ戻ってください。はい、高度商業地域において重要視されるべき地域を2つ挙げて説明していきます。縦3見てください。高度商業地域、商業地域特有の地域要因のうち、高度商業地域の地域分析で特に重要視されるべきものとしては、商業施設、業務施設の種類、規模、集積度等の状態び、商業跳ね心地及び顧客の質量が挙げられる。先ほども指摘しました、この2つですよね。商業施設、業務施設の種類、規模、集積度等の状態と、商業跳ね心地、顧客の質量です。それぞれなぜこの2つが重要視されるべきなのか、簡潔に理由を述べなさいと指示がありますので、ね、簡潔に理由を述べていきます。次の段落、高度商業地域は比較的大規模な中高層の店舗事務所等が高密度に集積している地域であり、主とするものが店舗商業施設か事務所業務施設かによって再分類されるため、商業施設または業務施設の種類、規模、集積度等の状態は重要視されるべき地域要因となります。要は証文2で示したこの定義ありますね。この定義をヒントにしてなぜ重要視されるのか簡潔に説明していきます。まず高度商業地域というのは大規模な店舗だったり事務所が高密度に集積している地域ですよね。
規模の大きい店舗事務所等が高密度に集積していて、しかも主とするものが店舗、商業施設なのか事務所、業務施設かによって再分類されてますよね。店舗メインが一般、事務所メインが業務という形で、商業施設なのか業務施設がメインなのかによって再分類されます。ゆえにってことですね。ゆえに商業施設、業務施設の種類ですよね。店舗メインなのか事務所メインなのか、さらには規模ですね。規模、大規模なのかそうでないのか、さらには高密度に集積しているか、つまり集積度との状態ですね。これらは重要視されるべき地域要因というのがあるんだ、定義をヒントに簡潔に説明するということです。さらに最終2行、また広域的商圏を有する高度商業地域においては収益性を左右する商業配合地及び顧客の質量が重要視されるべき地域要因ですね。高度商業地域というのは広域的商圏を有していますね。商圏というのはお客さんがいるエリア、言い方を変えれば、まあ商業配合地ということです。商圏というのはお客さんが住んでいるエリアで、高度商業地域というのはお客さんが住んでいるエリア、広いエリアからお客さんが集まってくるということですね。なので着眼点ですね、銀座って日本全国から来ますよね。だからどれだけ広い商圏、広域的な商圏を持っているかがやっぱり収益性を左右します。結果この商業配合地、ズバリ商圏です。お客さんがいるエリアの広さ、あとはその顧客の質量ですね、富裕層なのか否か、人口等々がやっぱり高度商業地域ですと重要視されるべき地域要因となってくるんだということになってきます。でこの2つ以外の地域要因を挙げても決して間違いではないです。ただやっぱり試験員の意図としては、こう担当の本試験でも出されたことがありますので、挙げてほしかった2つというのはやっぱり定義をヒントにこの2つの地域要因を挙げてほしかったということです。他ですとなかなかね、定義をヒントに簡潔に説明できないわけなんですよね。なのでこの挙げた定義をヒントに簡潔に説明できるのはやっぱり担当本試験でも聞かれたことがあるこの2つの地域要因ね、これがやっぱりね試験員の意図、ベターな回答ということになっていきます。他の地域要因答案コースで考えてその説明を挙げてもね、しっかりと書かれていればそれなりに点数は来ると思います。ただこの試験員が本当に意図していたのは、こう担当の本試験でも出されたことがあるこの2つの地域を挙げて、もうズバリこのね小問に挙げた定義をヒントに簡潔に理由を述べてくればね、くれればよかった、そういった問題ということになってきます。で、あとはそうですね、じゃあ地域要因としましてはプラスアルファの知識として、ではレジュメ7ページ戻っていただきまして、7ページ、その他じゃあ真ん中ちょっと上、工業地域の地域要因ですね、工業地域特有の地域要因が7個例示されています。7ページちょっと上、工業地域の地域要因ですね、特有のもの、括弧1、幹線道路、鉄道、港湾、空港等の輸送施設の整備の状況、括弧2、労働力確保のない、括弧3、製品販売市場及び原材料仕入れ市場との位置関係、括弧4、動力資源の用排水に関する費用、括弧5、関連産業との位置関係、括弧6、水質の汚濁、汚染の、大気の汚染等の公害の発生の危険性、括弧7、行政上の助成規制の程度となっています。ではちょっとプラスアルファの知識としてこう考えておいてほしいんですが、この7個の工業地域特有の地域要因のうち、特に大工業地域において、大工場地において重視されるべき地域要因というのはどれだと思いますかね。この7個の特有の地域要因のうち、特に大工場地において重要視されるべき地域要因というのはどれだと思いますかね。3つぐらいなんか自分で挙げて説明できるようにとプラスアルファで考えておいてください。この7個の特有の工業地域の地域要因のうち、特にこの大工業地域において、大工業地において特に重要されるべき地域要因3つほど、こう理由も含めて自分なり挙げられるようにこの準備をしておいてください。はい、あとはそうですね、すぐ下地域要因としましては、この転換移行したる地域の地域要因ですよね。これポイントは文書構造が原則例外論になっているのがこの文書の、ね、ポイントになっていきます。で本文見ていきますと、なおある種別の地域から他の種別の地域へと転換し、また移行する地域については、転換しまた移行すると見込まれる転換後また移行後の地域の、移行後の種別の地域の地域より重視すべきであるが、あくまで原則論ですね。でここから例外論で、転換また移行の程度の低い場合においては、転換前また移行前の種別の地域の地域より重視すべきである。この文書構造が原則例外論ですね。
転換移行の程度が高いか低いか、まあ、普通以上なのか低いかによって、どちらを重視するか、転換前が原則なんですけど、転換移行の程度が低い場合には転換移行前の地域要因より重視すべき。なので、転換移行したる地域の地域要因が本試験で行かれた場合には、まずはこの原則例外論どちらに該当するのかをしっかりと示すことがポイントです。転換移行の程度が普通以上なのか、まあ、高い場合なのか低い場合なのかですね、それをまずはしっかりと示した上で、低い場合なので転換前の地域を重視するとか、いやいや普通以上で高い場合なので、転換後移行後のものを重視するという形で、まずはこの原則例外のどちらに該当するかということを、しっかりと示すことが、この転換移行したる地域の地域が出された場合のポイントということになってきます。はい、ではこうプラスアルファの知識なんかもですね、こう説明しましたので踏まえて、類似問題出していきます。でお手元、先ほど説明しました、第1回の問題紙ですね、第1回の問題用紙と、あとは2ページのね回答用紙準備していただきまして、で一旦休憩を挟んでいただいた上で、この第1回のですね問題用紙と回答用紙ですね、2ページ分準備いただいて、しっかりと自分でね1時間60分時間を計っていただいて、問題について、第1回の回答問題用紙と回答紙を使っていただいて回答を作成していただいた上で、でまた休憩挟んで、20分間の解説を、ね、受講するようにしてください。であのすぐにやらなくてもいいです。例えば今説明したこのね問題1の復習を1日かけてもいいぐらいです。問題1の復習を1日かけて、でしっかりと準備した上で、この問題2について第1回の問題用紙と回答用紙使ってですね記述する。それでも全然すぐに変わるから大事。とにかくね、しっかりとね該当分野ですね、問題1プレ講義で扱った問題予習をね、まあ、復習をしていただいた上で、予習をした上で、問題2について回答を作成して解説でね聞くようにしてください。はい、じゃあ以上をもちまして前半の講義ですね終了いたします。